いいよいいよ。こんな厳密にやらなくていいですよ。1分でいきますけど、別にその90秒でもいいし、2分なら2分もいいけど、コンパクトにして言い切ってください。はい、それどんな映画？はい、デイアフタートゥモローっていう。
レイヤーパイプもいっぱいあるまだね自分コメントがすごい適当なコメントをしてたんで
はい、ちょっと違うことについて調べて、はい、ゲリラ豪雨について調べているんですけど、ね、はい、なんでこれにしたかっていうと、うん、自分が経験したわけじゃないんですけど、グアムとかハワイとか行った時に、はい、そういった時にスコール行ってきて大変だったみたいな話とか聞いてて、はい、自分が行く時はもし行くことあったらどうにか対処できないかなと思ったのと、はい、高校2年生の夏休みに、うん、水道管の花火大会に友達と行ったら、あーあーあー、途中で大雨にあったね、そういう日は家に帰れなくなっちゃったことがあったんで、そういうことがあったんで調べてみました。なるほど、はい、ネットで調べたら、はい、一番上に予測が困難な積乱雲の発生による突発的で局地的な豪雨って書いてあって、はい、予測が不可能困難って書いてあるから、もう対処できないのかなと思いました。うん、無理かなって言って、そのまま調べて、うん、まあどうにかちょっとでもどうにかならないかなって調べたんだら、はい、なんか天気レーダーみたいなのが、はい、最近は5分間隔ぐらいとかで刻みぐらいで更新されてるから、もし本当に気になるんだったらそういうのリアルタイムで見てると、ああ、もうすぐ雨降るかもなみたいなことが知る。見てる人にとってはゲリラじゃなくなるってことね。あ、そう、できる、うん、あ、来る、見てない人にとってはいきなり来たからゲリラだってなるけど、分かってればいきなりじゃないのかな、ゲリラじゃないよねと予測したよね、そういうことで、こんなのいいよね、いいじゃないですか。はい、次のところ、僕は一番最初に、はい、雲の厚さと降水確率とかの関係を降水確率とかの確率とか、はいはい、関係性について気になったので調べたんですけど、はい、そもそもまず降水確率はなんか過去 そのデータから、僕も気象庁で調べたんですけど、うん、その過去のデータからその今の状況ではその過去 その膨大なデータがあって、それを今の状況に当てはめると、どのくらいの確率でその雨が降るかっていうのを数値化してるらしくて、はい、僕もそれ、今回調べてみて分かったんですけど、はい、それで、その雲の厚さっていうのは、うん、直接その、僕が見た気象庁のホームページでは、その直接その予報には使ってないデータ、うん、なるほど、だったんですけど、ただ、その雲、厚さもその厚ければ厚いほど、うん、その雨がその地上にその達しやすい、うん、達する確率もその上がりますし、はいはい、その厚さだけじゃなくてその雲のある低さが低ければ低いほど、なるほどね、雨がその地上にまあその達しやすいっていうことも分かったので、はい、直接その降水確率を求める時のデータにはその雲の厚さっていうのは使われてないって分かったんですけど、比例するわけじゃないけど関係はしてるってこと。あ、そうです、関係があって、はい、その厚さだけじゃなくてその雲の今ある低さにもその雨が降るか降らないかっていうのが関係があるということを。なるほど、分かりました。はい、はい、素晴らしい。はい、ちなみに伝える相手はこの人たちですかね。この人たち結構俺に喋ってくれるんですけど、まあ、俺に喋ってくれていいんだけど、伝わってほしいのはこの人たち。はい、次行きましょう。はい、僕は Facebook で、はい、雲の種類と形について興味があるんですよ、ね、なるほど、はい、今日はパッと見でわかる雲の名前を紹介しようと思います。いいやつだ。
できない。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 雨の降る可能性が高いんですよ。なるほど、はい、であと最後のもう一個だけどうなったと思うんですけど、はい、もう羽が重くなったりして虫が高く飛べなくなってその
共感できます。
多分今日も役に立つんですね、きっとね。はい、こっちが安定前線で、はい、前に行ったんですけど、港の中に2人追い込んでて、うん、で追い込むけど、ここでセミアームが発生して、熱い雲になるんで、はい、で前に引いて、なんか急に突発的な雨が降る。さっきの第一回のところを見るんですけど、熱い雲なんで降らせるんですけど、なるほど。こっちが本当、こんな前線で、大気が出上がってきて、で雲が薄く長くできるんで、はい、で薄い雲は降らさなくて、で高いところまで行っちゃうと、その降ってる時に蒸発しちゃって、地面まで到達しないんで、うん、その低いところだけ、ちょっと広い範囲で雨が降る。なるほど。以上です。はい。もちろん直進して見えるものもありますけど、はい、まあ、
ここら辺にこうやって行く感じの光っていうのは決めたいものに向かっていきたいんで、この辺でまた結構見えちゃうんですよ。そしたらこの辺に見かけの像ができて、この辺にできるのが、まあ、海蜃気楼っていうものになるほど。で、海とかだったら逆だね。逆で、まあ、ヨットとかあるんですけど、こっちが海で冷たい。冷たいから、こっち上側が暖かい、はい、下側が冷たい。で、観測者がいて、まあ、っすぐ進む光もありますし、はい、まあ、冷たい方に向かっていきたいので、こういう風に進めて、上側に増加できる上位蜃気楼っていうのができるのがあります。で、簡単に実験できるって言ったんですけど、はい、まあ、水槽を用意します。はい、で、水槽に砂糖とか塩とか何でもいいんで、触媒を用意して、下側に最初、塩とか沈めておいて水を、まあね、ゆっくりと入れてきたら、濃度が下の方が濃くなります。なるほど。で、なんか物体なんか置いて、はい、何でもいいです。で、観測者がこっちで、まあ、見てるとします。はいはい、あ、これです。で、密度の高い方へ進むので、うん、まあ、こういった、あ、こう来た光を密度の高い方へ進むので、はいはい、あ、こういったのかな。こういって、まあ、像が上側にできて、こういう場合は、まあ、上位進路みたいなのができるようになるって言いました。なるほど。あ、それは面白いですね。はい、はい、いいですね。はい、ありがとう。Love it.